プラットフォーム上は東京工業大学マイスター。去年東京工業大学がまさかのテイクオフで失敗がありまして、うん、そうですね、去年は55メーターしか飛んでないですね。そうですね、55メートルほどのフライトに終わっているので、はい、去年のまずはリベンジを見せてほしいと思います。まずは機体についてですが、幅が翼 31.3メートル、長さが 9.05メートル、機体重量は 36.5キロです。まずは機体の印象はどうでしょうか。あのコックピットかなり スマートといいますか、はい、高さを抑えて、空気抵抗の少なそうな、はいはい、去年の大会では効率を重視して低速機で挑んだんだと、はい、その結果風に煽られて発進に失敗してしまった、はい、でその反省を生かすために今年は軽量化を行って翼の形を変えて機体の速度を上げたということなんですけれども、はいはい、この判断はいかがですか。あ、まあいいと思いますね。で特に今日風が強い中で、はい、またこれあの速度を上げるっていうのは、うん、僕の得意の空気の乗り、はい、が良くなるわけですね。あれ今年初じゃないですか、空気の乗り。そうですね、空気の乗り張り付きが非常に速度を上げると、はい、あの表面に空気 が張り付きやすくなるんですね、はい、で低速で飛んでると効率はいいんだけど、その効率のいい状態ってすごく幅が狭いんですよね、速度の、はい、少しちょっと、速度がずれると急に空気が剥がれてしまう、はい、だけどある程度速度を速く飛んでいると空気がずっときれいに張り付いて、はい、空気のノリがいいと、いいとそういう安定して飛びやすくなると。ですからその鈴木さんの言う空気のノリがいい状態をキープできるかどうかが鍵ということですね。もうせっかく速くしたっていうのは、まあ、そういうことなの で、まあ、風も吹いてますし、前に進む速度も速くなるわけですから、はい、距離を競う競技としては有利になりますよね。そしてプラットフォーム上、先ほどちらっと映った旗を見てもまだ風は強い感じがしますかね。そうですね、まだちょっと強いですね、はい、まあ、ただ風に煽られた去年の大会がありまして、今年は風に煽られても大丈夫なように軽量化を行って翼の形も変えてきました。回転します。機体の速度、規則は秒速 7.7 メートルです。去年のリベンジと行くことができるんでしょうか、東京工業大学マイスター。今ですからプラットフォーム上向かい風なんですよね。そうです、向かい風ですね。これが仮に追い風になったりしたら相当な速度が出るんですか。出ますけど、それは飛んでる、うまく飛んでる最中の話ですね、はい、もう台の上が追い風になると、はい、今度離陸ができるかできないか難しくなると。難しくなります。初速、助走の速度がないと、はい、それこそ離れてから台の下に向かって突っ込まないと、はい、なるほど、速度が上がらないんで。離陸部分だけを注目するとどのくらいの条件が風でいうと一番ベストなんですか。まあ、毎秒1メーターから2メーター、はい、2メーター以下ぐらいですね、はい、それより強くなると、うん、さっきみたいにこう台の上ですでに浮いてしまうとかになってしまう。はい、はい、ではスタンバイ入ります。さあスタンバイに入りそう。最高か、声を張り上げました川見。この赤い旗が白い旗に変わるとゲートオープンです。ゲートオープン、ゲートが開きました。手回します。助走に入る川見。さあ大学三強、その力を発揮できるか。川見昴、東京工業大学マイスター飛び出していきました。ふわりと浮かんだ。まずはフライトの立ち上がりはいかがでしょうか。いいですね、はいはい、そしてこれも、まあ、なかなか前に進まないけども、はい、耐えるしかないですね。ここですね、はい、まずは最初のポイント。焦らない。機体は水平をキープしているように見えます。そうですね、風に影響を受けながらもゆっくりですが、まあそうですね、これ逆らわなければそのまま行けますから、はい、ゆっくりゆっくりと進んでいます。ちょっと高度が高いですね。あ、これ高いんですか。高いですね。もう少し下げた方がよろしいですか、はい、まあ、いろんな意味で。いやいや、頑張って頑張って、はい、横も確認しながら、まだ余裕はかなりありそうです。千葉君、このパソコンの左に書いてある数字は回転数かな。そうです、数字
そしてボートには設計の西森くんが乗っています。流されてるね。機体の GPS を確認する用のスマホ端末も持ち込んでトランシーバーでやり取りをしているという設計の西森くんとパイロット川見くん。まあ腰に目指すことには変わりないから竹島を頑張って目指そう。了解。まずは竹島を目指して機体を飛ばしていきます。これ気をつけないとちょっと急抜くと流されてしまうので、はい、最高の機体だ。今約30メートルあたりにいる。これ琵琶湖上空は飛んでいる最中にいきなり風向きが変わるなんてことも多々あるわけです。そうですね、まあ、今日なんかはまあ比較的多分一定だと思いますが、どんどんその湖の中央に行けば行くほど風向きが変わってくると思います。頑張れ、いいよ、北からの風をもろに受けているそんな状況ですか。そうですね、今1キロを通過しました。今1キロを通過、多分この先が追い風気味になってしまうと、もう南行く、もうすでに南に行くしかないですね、はい、その場の判断で。でここから多分追い風気味になるんです。今左翼側にいるわ、はい、速度はあの水面に対しての速度は速くなります。設計の西森君からもこの辺りの風の変化に注意するように指示が飛んでいます。88回転、風強い。あ、風が強いという言葉が聞こえました。神君の様子どう。いや、わかんないですけど、いやもう結構本当に頑張ってます。あ、そう。この西森君とパイロット川見君はトランシーバーでやり取りをしています。風が結構記録狙えるのも、まあ、このくらいの高度で、はい、まあ、キープですね。このまま行きましょう。よし、もうおかしくないぞ。今回は東京工業大学が所持するスーパーコンピューターツバメを使用してコックピットを設計しました。フライト中に最も風が強く当たると計算された部分には穴を開けて抵抗の軽減、そして機体内の換気効率を上げると、その両方を実現して臨んでいます。いよいよ、このいい感じだよ。ベンチレーションがコックピットの中の、まあ、温度感とか、はい、空気の流れ、うまくできていれば30分以上焦げる、はい、そこがうまくいってるかいってないかっていうのは大体30分ぐらいが壁じゃないかなと思います、はい、沖島行くぞ、沖島行くぞ。やまなければこのまま南ルートを目指す可能性が高い。いや、ちょっと呼吸がかなり、はい、呼吸も荒くなってきました。自分で決めるもんなんかじゃね。自分で決めるもんなんかじゃね。ちょっときついですね。自分に言葉を投げかけて、さあ粘れるか川見。少しきつくなってきたか。まだいけるぞ。まあ、人力飛行機は、ね、外から見ると、はい、かなり優雅に飛んでいるように見えるんですけど、ね、パイロットは全然世界が違います。今ボートに向かって川見君右手の親指を上げてポーズしました。まだまだ余裕がありそうです。サムズアップポーズが飛び出したそうです。川見君ありがとう、頑張って。2キロを通過しています。東京工業大学マイスターパイロット川見、先ほど少し辛そうなシーン映りましたが、親指を上げてグーサインをボートに乗る設計の西森くんに送っています。ちょっと高度低め、ダメかも、もうちょい余裕は取りたい。そして現在は気温37度を超えているという情報も入ってきまして、かなりこのコックピット内も暑くなっていると想像ができます。今何キロ？今右傾いてるかな。あ、機体が傾いていましたが。そうですね。やっぱり傾かしたりするとどうしてもそこでダメージが受けますね。機体にも余計な抵抗がかかるということですね。今はどっち向いて飛んでるんでしょう。これ高度かなり下がっているように見えますけど、でもこれあれですね、景色が陸地が近く見えるので、はい、だいぶ南に、あ、で岸寄りに流れたんじゃないですかね。3キロ通過。あ、今3キロ通過しました。3キロ通過、ここまでは順調に伸ばしてきています。あ、ただ表情を見ると辛そう川見すばる、歯を食いしばってペダリングを続けます。辛そうですね、はい、
ちょっとだいぶ高度低いですよ、ね、はい、ちょっと高度が落ちてきた、高度が低い、落ちてきています。少し水面が近づいています。まだいける、まだいける。そして息遣いも荒くなってきています。パイロット川見、さあ踏ん張れるか。こちら川見の表情を捉えています。この日のためにトレーニング、そして食事にも気を使って、自分で作った食材で体を絞ってきました。おっと声を張り上げた川見、大丈夫か。水面が近い、迫ってきています。7回転よく頑張ってるよ。かなりしんどそうな声は上がっています。ボートから見つめるは設計の西森くん、寝そべる形、リカンベント型のバイク、毎日毎日漕ぎ続けてきました。これがね、追い風に入ってしまうと高度取るのも難しいんですよね。そうなんですね、はい、今はかなり低い高度のままフライトを続けています。さあここ乗り切れるか。あと下がってきた、機種が下がって今着水。頑張った、本当にお疲れ。最後粘りを見せましたが、パイロット川見すばる、目標の18キロ到達とはなりませんでした。出し切ったね。はい、もう3年間持てる全てを琵琶湖で出し切ることができました。体力今どれぐらい残ってる？悔しいけど 0% です。もう体力の余力は 0% と出し切ったんですね。やはり今日のコンディションなかなか一筋縄ではいきそうな雰囲気はありません。やっぱりこれ気温もかなり影響してるでしょうね。東京工業大学マイスター、はい、記録が出ます。川見すばるさんの記録は3851m83 でした。記録は3851m83。 目標にはたどり着きませんでしたけれども、ナイスフライトと言ってよろしいでしょうか、うん、はい。さあそして放送席に先ほどフライトを終えました東京工業大学マイスター川見パイロットが来てくれました。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、ナイスファイトでした。やっぱり途中かなり辛そうにしてましたけれども、フライト振り返っていかがですか。まあ離陸した瞬間は、はい、ずっと狭い滑走路ばっかりで飛んできたんで、もう目の前になんか湖面が広がっててものすごく気持ちよかったし、飛んでて楽しかったです。あ、楽しかったんですか、はい、ただでも体力的にも期待としても、はい、もっと飛べたっていうのは思っているので、その点悔しい気持ちもあります。あ、こちらが実際のフライトですけれども、どうですか、客観的に見て自身のテイクオフは。本当にマイスターらしい綺麗な翼で外から見ても綺麗だなと思います。いや本当にフライト中チームメイトが懸命にこう声を上げてましたよ。もう普段のトレーニングの時からずっと支えてもらって応援してもらって、なんかもう本番もこういう声がずっと頭の中に届いてたんで、もう本当に感謝しかないです、チームメイトには。鈴木さんからも何かありますか、感想。あ、そうですね、ちょっと聞きたいことが、はい、やっぱり後半、中盤から後半、風の影響を受けながら操縦が難しくて、はい、辛かったとか、そういうのありますか。やっぱピッチコントロールに結構、あ、ピッチコントロールって上下ですね、はい、もう結構かなり高度が高くなってしまったり、うん、逆に低くなってしまった時に、うん、プロペラの推力で調整しようとしていて、まあ、そのタイミングで足の体力を使ってしまったのかなっていうのはあります。あの方向がこう変わったりするのも、はい、まあ、経験上で言うんだけど、飛行機が大きいから気づくとこう、はい、方向が変わっちゃったとか、なんかそういう、そうですね、感じかな。やっぱ、陽コントロールも、陽ってこっち方向ですね、はい、陽方向、水平方向に機体がずれるっていうのも、まあ、なんとなく検知はしてたんですけど、うん、やっぱ操縦と、足のパワーの狭間で、うん、まあ、苦しかった。
最後はやっぱり苦しかった。最後は苦しかったです。でももっと行けます。もっと行きました。はい、なるほど。まあでも、まあ、今のやつまた分析して、得意だから分析ね、はい、分析して次どうするかっていうのを考えるといいよね。まあマイスターがなんか本当に復活するのは来年だと思ってるんで、僕ら踏み台にして、去年すごい悔しい思いをしたけど、まあ、さらにその上に後輩たちが来年挑戦してもらえればなと思ってます。はい、その期待を大幅にモデルチェンジしたとありましたけれども、はい、実際乗ってみていかがでしたか。いや、もう本当に安定性は素晴らしくて、操縦のしやすいいい機体を西森が作ってくれたなって、乗ってみて、飛んでみて思いました。鈴木さんから見てもやっぱり安定してましたよね。でも台出た時からで、途中ちょっと風に行くんですけど、まあ、機体全体としては本当に何ていうかね、挙動としては揺れないで、まあ、非常に安定してましたね。はい、で実際これ漕いでてどのぐらいから本当にしんどいなってなるんですか。なんかしんどくなるのは本当に一瞬で、ずっと行けると思ってても、うん、なんかどこかで体のスイッチが変わって足が動かなくなるっていう感覚で、はいはい、苦しくなってからは結構早かったです。暑さもあるのかな。暑さも、はい、暑さもかなりダメージがある。まあ、小岩で待ってる間から結構熱風は感じてたので、そうか。まあ、今年の琵琶湖は特に暑かったかなと思います。あ、で待ってる時間とか、なるほど。もうコックピット内はサウナ状態なぐらい暑いんですか。そうですね、風は確かに入ってくるんですけど、入ってくる風も熱風なので、そうですよね。暑い風が入ってきても仕方がないっていうのが熱風に感じるんだね。それは辛いですよね。はい、だから本当に昔は30度ぐらいだったそうなんですよ、暑くても、はい、今これ今日37度ぐらいあるそうです。あるそうです。サウナは好きなんですけど今日で嫌いになりました。サウナはやっぱり水風呂なりきのね、サウナですから。間違いないです。どうですか、この自作の水分を持ち込んだという情報もありましたけれども。あ、はい、飲んでましたか。あのトレーニング中からいろんな糖分とかアミノ酸とか混ぜて試しながら研究してやってきたんですけど、本番はちょっとハイドレーションが壊れてしまったのがあって。あ、そうだったんですか。水分取れなかったんですけど。あ、そうなの。それはちょっと辛かったのかな。いや、まあでもそれも実力のうちなんで、もう来年の後輩はそれを生かしてもっと飛んでくれたらいいなと思います。そしてこう目を引いたのがユニフォームに書かれているメッセージですけれども、着てたらこれどんなことを感じるんですか。いや、もうなんか着るだけでみなぎってくるし、本当に責任もなんか期待もものすごく感じるので、まあ重いけどでもなんかまあそれしょって飛べてすごい幸せだったなと思います。パイロットとしてみんなの思いもしょえましたね。はい、ではもう来年以降後輩も頑張ると思いますけれども、一言メッセージをお願いします。まずはマイスターを応援してくださった、大学と、マイスター関係者の OBOG の皆様、それからもう毎日徹夜してばかりのもう体調の悪い部員たちを一生懸命支えてくださった、部員の家族友人の皆様、本当に、応援していただいてありがとうございました。はい、これからと、後輩たちのマイスターも、本当に頑張りますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本当にお疲れ様でした。マイスター川見パイロットでした。お疲れ様。お疲れ様。